今日は何しましょう、リナに。はい、結構私レンブラントが好きなんですけど、うん、自画像がすごくたくさんありませんか？ありますよ。で、自画像からその人生をたどったら面白いんじゃないかなって思うんですけど、うん、あ、なるほどね。はい、そうだな、そういうことできる画家他にそういないかもしれないぐらいレンブラントは自画像が多いよ。あ、やっぱり他の画家より多いですか？多いと思うな。でもバーッと見てみたら、はい、もうすぐ30枚以上出てきたから。30以上、うん、もうフェルメールの全作品より多い。あ、そうですよね。多いぐらい。まあ、あの一つなんでそんな自画像が多いのかっていうのさ、はい、まあ、非常にその近代的自画を持った画家で、その自意識が強いからっていうのももちろんあるんだろうけど、あとまあ大概の画家は若い頃はさ、あんま金がないからモデル雇うまでもなく自画像でいろいろ練習したり実験したりするから若い頃は多いんだけど、レンブラントの場合あと年取ってからさ没落して注文が激減する時期があるわけだよ。だその時期もまた自画像が多いんだよね。だそんな理由があって多いんじゃないかなと思うんだけど、はい、まあ、レンブラントでどんな人っていうのも簡単にさらっとくと、1606年7月15日生まれ、オランダライデンってとこで生まれて、はい、で14歳で、まあ、ライデン大学って今もまあオランダ一の名門大学なんだけど、14歳でライデン大学に入るぐらいの秀才だったんだけど、14歳ですか、うん、まあ、当時でも若かった、まだだけど、まあ、画家になりたいって画家を志して大学辞めて、はい、で最初地元の画家のファンスバーネンブルフっていうところに入門するんだけど、はい、物足りないって言って18歳の時にアムステルダムに出て、でピーテル・ラストマンっていうね結構有名な画家の工房に入るわけですよ。でそこの工房で1歳下で同じライデンの出身のヤン・リーフェンスっていうやつに会うんだよ。でこのリーフェンスっていうのは、まあ、レンブラント以上の神童と呼ばれたやつで、10歳でラストマン工房に入って、12歳で親方になってるっていう、出世早いですね。すごい進路で、そのリーフェンスと、まあ、レンブラントがお互いに認め合って、それで二十歳の時かな、1626年に二人の地元のライデンに戻って、ライデンで工房を共同経営し始めて、二人親方で、で同じ画材で共作したりとかしながら活動し始めるんだよね。でその頃に描いた、まあ、最初期の自画像と言われるのがこれなんですよ。アトリエの画家、20歳前後の頃ですね。まだ若いですね。うん、まあ、当時のオランダにはさ、ユトレヒト・カラバジェスキって呼ばれる人たちがいて、だから、まあ、当時のオランダの画家みんなローマに絵の勉強しに行って、はい、でカラバジョにやられて、カラバジョすごいってことになって、はい、カラバジョのあの明暗対比、キアロスクーロとかテネブリズムをオランダに持ち帰ってきた画家の一団がいたわけだよ、はい、でオランダでもそのカラバジョ風の明暗対比が大ブームになってた頃ですよ。こういうところに現れてるじゃないですか。でっかいキャンバスをこんなに描いて、わしゃ大作を描く画家やでっていうののアピールなのかなっていう気もするし、親方風の気張った服着て描いてるっていうところに巨匠ですせみたいなアピールを一生懸命してる感じがするんだよね。顔わからんやないかと。そうですね、うん、じゃあ同じ頃のアップがありますよと、うん、でもアップでも顔わかりますこうなんか自信ないのかよみたいな感じですけどもね。やっぱりカラバジョの影響、ね、そう影響がありますよね。いや、分かりましたと、うん、じゃあ僕がどういう顔をしてるのか、はい、お見せしましょうって。ぜひ。え、急にこんな顔してます僕は。へ、やっぱりうまいですね。23歳ぐらいかな、まだなんかこうなんちゅうのいかにも若い画家っていう感じの表情をしてますよね、はい、うん、これがマウリッツ・ハイスに今あるのかな、こっちはライクスムーセム、アムステルダムのライクスムーセムにあるね。でちなみにこれはアメリカのボストン美術館に。でこの頃珍しい自画像として笑う自画像っていうのが、へー、もう初めて見ました、この頃オランダ
フランス・ハルスとかのさ、この笑う人物像っていうのがちょっとブームになったんだよね。自分で自画像で練習してるんだよね。こんな感じなんだけど、この頃から若くて才能のある画家がライデンにいるっていうのは話題になっていて、この頃レンブラントがどういう作品描いてたかっていうと、こういう銀貨を返すユダね、イエス様を裏切ったお金もらったユダが後で後悔して金を返しに来るっていう場面なんだけど、この頃はもうねリーフェンスと一緒にこういう歴史画ばっかり描いてるんだよね。で、あの2人はすごいっていうことで注目を集めていた。で、1630年、24歳の時にあのお父さんが亡くなるのね、ライデンにいた、はい、で、その次の年の31年の時に相棒だったリーフェンスが振動すぎちゃって、はい、イギリスのジェームズ1世からうちに来ちゃいなよが来て、お呼びがで宮廷画家になっちゃってイギリスに行っちゃうんだよ。それでもう親父もいないしね、ライデンにいてもしょうがないと、やっぱりアムステルダム行って一旗あげんといかんっていうんで、アムステルダムに出て、でアムステルダムで当時、まあ、画家でもあったんだけど、まあ、画商として大工房を構えていろんな画家に発注してたアイレンブルフっていう人がいるんだけど、はい、そこの所属になるんだよ。アイレンブルフ事務所の所属になってバリバリ描き始めるんだよ。でこの頃からちょっとあの首都に出てね、もうアピールしていかんとあかんということで描いた自画像がこれなんですよ。めっちゃ巨匠アピールを、巨匠アピール、東洋風の衣装着て流行りのプードル連れてこの羽ついた帽子かぶってみて、これコスプレの類ですか？若干コスプレの類ですね。安い画家じゃないぞっていうことを言ってるわけですよ。なんか身長低い見えるのは顔がでかくないね、バランス的にね。そんなでかくなかったと思うよ、レンブラントって。まあ当時のオランダ人大体そんなでかくないんだよ、今みたいに。この頃から急にでかくなるんだよ。東インド会社とかできて食い物が良くなったからじゃないかと思うんだよね。それまでジャガイモとニシンとかばっかり食ってるなの、急に食い物良くなったせいか、この頃からあのオランダ人の背が伸びていくんだけどね。こんな感じですね。実際腕はあるわけですよ、うん、この肖像画一つとっても絹の質感とか抜群にうまいわけですよ、うん、でアムステルダムに出てきて、当時オランダですごい流行ってたのが集団肖像画っていうやつだったじゃないですか。記念写真の代わりにみんなで絵を描こうっていうのが流行ってて、その注文がめちゃくちゃ多かったわけですよ、うん、そのちょうどこの頃その集団肖像画の分野でこれを描くわけですよ、はい、26歳の時の作品かな、トゥルップ博士の解剖学講義っていうやつで、これは別にこの解剖学講義を描いたんじゃなくて、この外科医組合の集団肖像画なんだよ、うん、そういうことなんですね、うん、でそれまでの集団肖像画ってみんなで飯食ったりとか、ただ横に並んでる、まあ、記念写真だから多かったんだけど、うん、こういうシチュエーションつけて、外科医組合なんだからこの解剖学講義やってるシーンにみんなを描きましょうよみたいな、でこう表情もつけて描くっていう、でこれが大層評判が良くてたちまち売れっ子になっていくわけですよ。でこっからもう売れっ子街道を爆進していくわけですよね。そうなってくると忙しくなるから自画像減ってくるんですよ。あ、ここ第一次自画像減る時期になってくるんですよね。なるほど、うん、さらにこれ書いた2年後には自分が仕事もらってたアイレンブルフがあいつは見込みがあるっていうんで、メイのサスキアっていうのと結婚するわけですよ、はい、でそのことでアムステルダム市民の市民権を得られるし、はい、で当時は女の人の方が持参金結構いっぱい持ってくるから持参金もたんまり入ったし、あとそのアイレンブルフ関連でアムステルダムのお金持ち人脈、要するに絵を注文してくれる人の、うん、それもできてますます仕事が忙しくなってくるっていう感じなんだけども、だからだったらそれ政略結婚じゃないかって言われがちなんだけど、これラブラブなんですよね。へ、うん、
あのよくほら奥さんコスプレさせて描けばラブラブだって言ってんだけど俺はいつも、はい、散々コスプレ描かせてるどころか二人でコスプレ、二人で仲良し仲良しですよ。聖書に出てくるあの放蕩息子、放蕩息子が酒場で遊んでるシーンなんだけどこれもう象徴的な絵で、はい、もうイケイケなんだよこの二人この頃、うん、もう自画像描いてる暇ないから二、うん、人でコスプレして作品にしようぜみたいな。じゃあ注文じゃなくてもう趣味で、いやこれ多分注文だと思うよ、もう注文もなしに自画像描いてる暇ないぐらい売れっ子なんだよこの頃。あの歴史画の方も大作ボンボン来てるし、でこれ描いた4年後ですね、1639年33歳の時にお家買うんですよ。まあここの部分なんですよ。しかもこれローン組んで買ってんだよ。いいお家、いいお家だけど大巨匠の家としては、はい、これアムステルダム2万もあってここもそれなりの美術館になってるんだけど、レオブラントフィス美術館っていう、はい、人の大きさと比べても分かる、そんなでかくない。俺は学生の時にここ行った時にえここって思ったよここって思ったんだけど、アムステルダムって京都と一緒で間口に税金かかるんだよ。あ、そうなんですね。間口の広さで、だから間口狭くて奥が深いんだよ。はあ、これも奥が深い。じゃあ中は中結構広いお家ですよね。へ、この家をローンで買っちゃって、うーん、もうだから当時の画家にしてはこんな豪邸住んでる人はいないよっていうぐらいの家なんですよこれ。で30代のちょうど半ばぐらいに絶頂期が来るわけですよ。うん、でそんな頃に描いたのがこちらですね。有名なの、有名な作品です。絶頂期の数少ない肖像画なんですけども、はい、これはもうこの描き方はラファエロが宮廷人を描く時の描き方なんですよ。この4分の3正面で、あとこの緑色系のバックで肘をこう置いて描くっていう、もう画伯ですよ。もう得意の絶頂なんですよ30代半ばレンブラント。ちょっと表情にも、うん、向かうところ敵なしでしょう若い頃とは、はい、自信がみなぎってきてます、ね、この頃とは随分違う、うん、もう仕事は次から次へ来て金が溜まってしょうがない。この人だけど浪費癖があって、そうなんですか、美術品とかさ珍しい絵画だとか甲冑とかさいらんもん山ほど買ってんだよ、でここの中に脅威の部屋ってあのルドルフ2世とか王様が作ってたようなあの色の珍しいもの並べる部屋あるだろう。それが近代の博物館の元になったって言われる、そういうのを作っちゃってさ、いろんなもうコレクションして、この頃のアムステルダムで行われたオークションの記録っていうのが残ってるんだけども、はい、レンブラントがもうめちゃくちゃ落札してるんですよ、記録が。でもそのぐらいボコボコ金は稼いでたんですよ。だからもう巨匠ですよ、画伯ですよこの頃ですよ。もう俺はオランダのルーベンスだと、北のティツィアーノだぐらいの勢いなんですよ。だけど唯一この人のかわいそうなところはなんていうのかな、家族運に恵まれないんだよね。これラブラブで結婚して愛したんだけども、生まれてくる子供みんな早く亡くなっちゃうんだよすぐ。あ、そうなんですね。で1641年に唯一成人した子供のティトスっていうのがやっと生まれるんだよ。うん、41年この頃やっと生まれて、でさらにちょうどこの頃代表作の夜景、1642年にこれが完成するんですよ。だからもう絶頂なんですよ。乗ってますね、うん、この1640年前後っていうのが絶頂期なんですよ。ところがその唯一成人する次男を産んだこの奥さん、その産後の日立ちが悪くてこの1642年に亡くなっちゃうわけですよ。でさらに集団肖像画である夜景、俺の顔が見えないぞがシチュエーションつけすぎちゃって顔がよく見えない人が続出なわけですよ。で集団肖像画みんなでお金出し合って描いてもらうわけじゃん、はい、金出したのに俺の顔がちゃんと描けてないの、
不満がクレームが来ちゃったんですよ。さっきの解剖学講座でさ、ただ横並びじゃ面白くないからシチュエーションつけて書きましょうっていうのを始めて、はい、これ新しいよねってなってどんどんシチュエーションつけて書いてって、つけすぎちゃって顔がよく見えてないやつが出てきちゃったわけだよ。それでさすがにこれはないんじゃないのって言って評判も悪くなる、さらにオランダが不況に入る。あらららら、ら一気に一気に来ちゃったんですよ。一気に来ちゃった上にですよ、子供産んですぐにこの人亡くなっちゃったじゃん、はい、血のみも残されちゃったわけですよ。でこれは困ったっていうんで乳母を雇うわけですよ。乳母、はい、とすぐできちゃうんですよ。でそれだけだったら良かったんですけども、その後に家のことやってもらうお手伝いさんも雇うわけですよ、はい、お手伝いさんともできちゃうんですよ。あれなんかイメージが、うん、でむしろそのお手伝いさんの方が好きになっちゃうわけですよ。で元の乳母の方からひどいじゃないのって言って婚約不履行訴訟を起こされるんだよね。婚約してたんですか？いや婚約してないと思うんだけれども、いいこと言ってよろしくやってたんでしょう。だけど次に来たお手伝いさんのあこっちの方がいいやってなったもんだから、そりゃ話が違うわよあんたが出たわけでしょう。私はこの子におっぱいもあげてんのよが出たわけでしょう。で裁判になって負けるんですよ。それでお金払わなきゃいけなくなっちゃう。でしょうがねえとすれば金払いますよと、で私はお手伝いさんの方と暮らしますよってなったんだけど、はい、この人の遺言で再婚した場合は遺産の相続額が半分になるっていう遺言がある。でこれ入籍しちゃうと遺産全部もらえないぞみたいなことになって、ずっと入籍しないままで行くんだけど、そのお金もまあすぐになくなっちゃうんだよ。でもこの頃もうドタバタしてるから全然自画像ないですよ、うん、あようやくね出てくるのがね得意の自画像の12年後ですよ。でその12年後に出てきたのがこれですよ。険しい時を感じますね。金なくなってきました。ちょっとだからこれ作業着ですよね、これね一から出直すかぐらいの感じですよ。でこの頃の顔アップこんな感じですよ。年を取ったな。年取ったよ。言うてさこれが52年だからこれ46歳だよ、まあ、でこっちが55年だから49歳、老けたなみたいな。この2枚ともウィーンの美術史美術館にあるんだけどね、こっからこれですよ、物語ってるでしょ。これの時に夜景ですよ。このこともあり奥さんも亡くなりで女性とゴタゴタしてこうですよ。苦労したんですね。苦労したっていうか、まあ、奥さん亡くなった以外は自業自得だわな。乳母とお手伝いさんと二股しちゃったりとかは自業自得。じゃあ一画家として一画やり直すぜみたいな、こんな感じの決意が見える顔なんだけど、はい、相変わらず金は使うんだよ、ないのに。でついに住宅ローン、このお宅のローン焦げ付きました。あで友達とかからお金借りるんですよ、はい、ヤンシックスっていうね有名なレンブラントが絵も描いてる。でその子孫が今もヤンシックスって言って画商やってる。だけどローン残り全部払い終われるぐらいのお金借りたのに、それをさ投資に回しちゃってで全部溶かしちゃうんだよ。ダメなパターンですね。ダメ。で56年50歳の時に破産申請で、あのここへ散々買ったコレクションもなんか全部競売。大した金になんないんだよ。そうなんですね。大した金になんない。でついに58年、52歳の時にこれもう手放す、売っちゃうことになるわけですよ。この家を売り払う直前にこれを書いてるんですよ。最後の清掃なんですよ。もう全部失うと、もうこんな杖だとかこんな服とかももう全部売るんだよこの後。でその次の年になるとこんな感じ、だんだんおじいちゃんに、うん、はい、なんかはーって感じになる。でこれすごい高級住宅地にあるんです。割と
あの庶民的な町に引っ越して、切なそうな切なお顔ですね、うん、だけど1660年代に入ると面白いんだけど、画家である自分を意識した肖像画っていうのがを3枚描いてるんですよ。うん、で一つがルーブルにあるこれなんですね。うん、これが1660年だから54歳の時に描いたって。これイーゼルの前の自画像、筆持って私は画家だって。そうですね。うんうん、金ないけど、うん、絵描いて食っていくしかないやと、絵さえ描かせれば私はまだまだやれるんやという感じ。でもう一枚がこれ和田内画像と思ったけど、これ別名ゼウクシスとしての自画像って言われてる。でゼウクシスっていうのは、はい、古代ギリシャの伝説的な画家で、ものすごい綺麗なものを描ける画家だったんだけど、ある時醜いおばあさんの肖像画を頼まれて、それを描いてたら、どうして俺はこんな醜いものを描いてるんだろうって考えたら、笑いが止まらなくなって笑い死んだっていう、よく分かんない伝説のある画家なんだよ。ここにほら老婆の顔があるでしょ、はい、だからこれ多分このゼクシスに自分をなぞらえたんじゃないかなって言われてるんだよね。でこの数年後に、まあ、それのツイートも言っていいんじゃないかと思う、この2つの円のある自画像っていうのを描いてんだよ。これもパレット持ってるだろ。そうですね、うん、で後ろに円と楕円が描いてあると思うんだよ、うん、円が見えますね、うん、でこの円っていうのもこれ意味があって、古代ギリシャの伝説的な画家でアペレスっていうのがいたんだよ、はい、でそのアペレスは何で有名かっていうと、完璧な円を描くことがで、コンパスを使わずに完璧な円を描くことができたことで有名なんだよ。うん、なるほど、うん、だからこのゼウクシスとアペレスっていう、まあ、古代ギリシャの伝説的な画家に自分をなぞらえて描いて、でこう画家としての自分っていうのを強く意識しだしてるんだよね、この時代にね。もうほら注文少なくなってきたから自画像いっぱい描き始めんだよまた。じゃこの頃は注文ではなく自分の意思で、これは多分自分の意思で描いてる、残したんですね、うん、だからもう落ち着いては来ているんですよ、貧しいながらも、はい、で俺は別に絵描いていけば大金持ちにならなくても食っていくことはできるんだから、もう顔も落ち着いてきますよ、ほら。うーん、でも顔丸くなったでしょ。そうですね、だからもうね性格も丸くなったらしくてね、うん、久しぶりに集団肖像画の呪文来たんですよ、もうね責めないです布地商組合の見本検査官たちっていうやつ、56歳。じゃあ集団肖像画って結構長いこと流行ったんですね。ずっと流行ってるの、写真ができるまで流行るよ。へえ、ほらかつての夜景の攻め方に比べてみてくださいよ、みんな綺麗に顔が見えて見えますね、はい、クレームが来ない、うん、もうそういうのやめたんですってマジみんなに喜んでもらえる絵を描くことにしたんですみたいな感じですよ。で、まあ、丸くなってきたんだけれどもさ、はい、相変わらずさ不幸は続くんですよ。63年にはその元お手伝いさんのずっと同棲してたヘンドリッケっていう人が亡くなるんですよ、はい、でさらに68年には唯一成人した息子、前のサスキアが、うん、あの忘れがたみのヒトスっていうのが結婚するんですよ、はい、で結婚して子供もできたよって喜んでたら、はい、急に病気で死んじゃうの、そのヒトスが、もう最愛の息子にも先立たれちゃうんですよ。でこの人ね、さっきも言ったようにお金がなくなったのはさ自業自得じゃないですか、まあ、自分があんまりその注文書のあれも聞かず攻めた絵ばっかり描いてたりとかさ、いらんアンティークいっぱい買ってお金使ったりとかさ、せっかく友達が貸してくれた金を再返済に回さないで投資に回して溶かしたりとかさ、うん、はい、金のことは全部自業自得なんだけど、この家族に不運が続くっていうのはこれは本当に不運なんだよね。名前の奥さんの時も生まれてくる子供はみんな早く亡くなっちゃってて、で次にそのお手伝いさんとも、もう最初の子供はやっぱり生まれてすぐ死んじゃって、
ったりしてるんだよ。でやっと大きくなって成人してで結婚もして孫が生まれるかなってなった時にその息子が死んじゃうんだよ。うん、だこのなんていうかな、家族の縁のなさっていうか、こればっかりはもう不運な星のもとに生まれて、この人のせいじゃないんだよね。そうですよね。でこの頃に書いた作品でこういうのがあるんだよ、家族の肖像っていう。まあどこかのお金持ちに頼まれて書いた家族の肖像なんだろうけれども、うん、なんとなくね、俺この作品にレンブラントが夢見ていた家族の姿、まあ、息子と息子の嫁と孫がいて囲まれてみたいな、レンブラントが望んで叶えられなかった夢なんだよね。これ息子が亡くなった年ぐらいに完成してるんだよ。そうですか、うん、切ないな。でこれよく見るとさ、タッチは新しいんだよ、これ没落後どんどん進んでいくんだけども、うん、荒く素早いタッチで、うん、もう近代を先取りしたかのような女の人のさ、レースのところの描き方なんか、わざと白をかすれさせてそのかすれ一発でレース感を出したりとか、うん、すごいレース、あと赤のところはくそ厚塗りで、うん、チューブこの頃ないけど、うん、作った絵の具をそのまま塗ったような印象派の一色分割みたいな描き方してるんだよ。確かに印象派の雰囲気とそんなに変わらない、うん、印象派の一色分割みたいになってるんだよね、この辺ね。この辺はもうマネみたいなタッチになって、そういう新しさ、まあ、この没落してからのレンブラントねってさ、もうタッチがすごく新しいんだよ。へえ。で69年にはその死んじゃった息子の子供が生まれるんですよ、はい、で 孫のティティアっていうのが生まれて、はい、でやっとおじいちゃんになったなと思って、そこで描いたのがこの最後の自画像ですよ。あ、これ最後なんですね。これが最後なんですよ。もう全て受け入れましたみたいな。うーん。でこの直後に63歳で亡くなる、孫生まれてすぐ亡くなる、若かったですね、63歳。今の俺より若いんだよ。あ、本当だ、これは見えない、ね、今の俺より若いとは思えないよ、もう。いや本当ですね、なんか。で、この光の表現だよね、うん、これよく俺言うんだけど、同じバロックでもさ、カラバッジョの光っていうのはさ、外から当たってる感じがするじゃない、はい、レンブラントの光って中から出てきてる感じが、確かにするだろう、はい、まあ、反射光と透過光の違いっていうかそれね、すごく象徴的だなと思うんだよね。外から当たる光ってやっぱり神の光なんだよ。うん、もうそれはカラバジオはどんな乱暴者だって言うたって、まあ、そのカトリックのイタリアの人なわけですよ、はい、で宗教が書いてた人なわけですよ。でレンブラントはさ、オランダの市民なわけですよ、うんうん、やっぱりもうこの内から出てくる光っていうのは、うん、もう人間の光じゃない、その個人の内から出てくるっていう、そういう意味ではレンブラントの頃からやっぱりそう、なんていうのかな、人間の内面を描くっていう、うん、でこの肖像画なんか見てもどこまで意識したか分かんないけど、その都度その都度出てるじゃん、めちゃくちゃ出てます、内面が、人間性とかまでも、うん、出てるよね、はい、うん、あんまりイタリアルネサンスでそういうのってないじゃない、うん、その人の人間性とか個性を描くっていうことはないじゃない、むしろ普遍的な理想を描こうとしてるわけじゃない、はい、そうじゃなくって個別のこの個性だとか、うん、その人間性だとかっていうのを描いていくっていうね、こう近代の芸術を先取りするかのような、この荒いタッチとか異色分割的な描き方とかだけじゃなくって、描いてる内容、描き方においてもやっぱりレンブラントっていうのは近代の始まりの画家なんだよね。逆にカラバジョっていうのはやっぱりその前の近世の終わりの画家なんだよ。あ、なるほど、うん、確かに同じバロックでも両極端な画家だなっていうの自画像を見てても思いますね。そうですね、うん、どうですか。でもやっぱり人間年を取っていくと、うん、何かこう達観していく部分があるんだなっていうのがすごい出てますね。ああね、
達観せざるを得ないんだよね。いろいろ成長してね、で達観するみたいに思ってるじゃん、うん、俺自分が年取って分かったよ、うん、必ずしもそうじゃないよ、うん、もう物理的にできないことが増えていくばっかりですから、そのなんか努力してどうとかっていうレベルの話じゃないんだよ、うん、話になってくると病気とどう付き合っていくかですよねみたいなことをよく言うんだけど、そういうこと、あ、そういうことなんですね。老いとどう付き合っていくかですねっていう、なんかいい目だなって思いますけどね、うん、もうまあ最後になんていうのかな、この顔で死んでいくのは悪くないですよ、うん、